アウトバックならオンオフどちらも楽しめる。数あるスバル SUV の中でもフラッグシップモデルに君臨するのが、レガシーアウトバック以下アウトバックです。1995年に北米市場で誕生以来、乗用車と SUV を融合させたクロスオーバー SUV として人気を集めてきました。 2021年10月にフルモデルチェンジが発表された現行モデル6代目は知的好奇心を刺激し新たな発見を促すクロスオーバーというコンセプトで登場しました高効率な1.8リッター水平対向4気筒直噴ターボエンジンや高度運転支援システム iSightX イイといった最新の技術を 組み合わせることでさらに進化しています。現行アウトバックは、上質感とアクティブさを掛け合わせた外観が特徴です。力強さを強調したボディパネルとタフさを表現したクラッティング、フェンダーなどに装着する樹脂製パーツを組み合わせ、存在感のあるダイナミックなスタイリングを実現しました。 全長 4870mm× 全幅 1875mm× 全高1670、1675mm と、歴代モデルの中で最も大きなボディとなりましたが、最小回転半径 5.5M やミラー2ミラーの寸法は従来モデルから変えず、取り回しの良さをキープ。また、 低重心なボディやシンメトリカル AWD による運動性能や最低地上高は 213mm とアクロを楽に乗り越えられる高さに設定するなど本格的な SUV 性能も備えていますそんなアウトバックにはアウトドアでの使い勝手と上質さを兼ね備えた特別使用車、 リミテッド EX アクティブ×ブラックが2023年9月に新設定されました。上級グレードのリミテッド EX をベースに、外観はブラック、ラスターブラック塗装のフロントグリルや、ブラックのリアバンパーガード、リアエンブレムを装着。また、ボディカラーには専用色となるカシミアゴールドオパールが設定され、 プレミアムかつ精悍なスタイリングが特徴です。ルーフレールもブラック塗装ですが、クロスバーをビルトインしており、キャリアベースを装着せずに荷物を積載することができます。18インチホイールもスーパーブラックハイラスター塗装とすることで、足元の印象を引き締めました。インテリアは、 ブラック表皮巻きのインパネドアパネルにシルバーのステッチが施されており、先進的かつ高級感が感じられるもの。さらに汚れや水分を拭き取りやすい。ブラック、シルバーステッチ入りの撥水ポリウレタンシートを採用した。アウトドアに最適な仕様となっています。今回、この特別使用車を運転乗車する機会を得ました。 実際に運転してみると、視界の良さが安心感につながっていることが実感できます。また、1.8リッターターボエンジンは、街中で日常的に使う領域で最大トルクを発揮することから、少しアクセルを踏むだけで楽に発進することができ、一般道でもストレスなく運転できました。後部座席に乗ってみると、 乗車スペースが広く確保されており、適度なクッション性で上質なシートの下手とも、相まってゆったりとリラックスして移動することができるのは、さすがはスバルのフラッグシップ SUV といったところでしょう。広々とした室内空間に加えて、ワゴン SUV ならではの特徴でもある広い2室も特筆すべき点です。 現行モデルでは室内の前後長を伸ばしてより快適な室内空間を実現しながら2室も奥行きと幅を広げてスバル最大級の広さを確保5人乗車でも2室の広さは健在で多くの荷物を乗せることができるほか多彩なシートアレンジと組み合わせることで長尺ものも乗せることが可能となっており たくさんの荷物が必要なアウトドアでも重宝する荷室を備えていました。街中ではスマートに乗れて、趣味やレジャーでもタフに使えるアウトバックは、オンオフどちらも楽しめるモデルではないでしょうか。アウトバックリミテッド EX アクティブ×ブラックの、価格、消費税込みは451万円です。 専用装備を多数取り入れながら、ベースのリミテッド EX から11万円の上乗せにとどまっており、お買い得感のある特別使用者だと言えそうです。